音のマンダラ。What's up, Tech Nation? どうも、タデキです。大人の健康保険体育をエデュケーションとエンターテインメントを混ぜたエデュテインメント方式で語る番組、ゴールドエクスペリエンスタテキテックショー。タテキの黄金の経験は、本日エピソード15。アメリカ・マサチューセッツ州ボストンから現役プロ、総格闘家。そしてバイオハッカーセンタージャパン代表である私、立木松田がお送りしております。 YouTube でご視聴の方はチャンネル登録、各プラットフォームのポッドキャストでお聞きの方は購読よろしくお願いします。やべ、神々、ボストンは現在朝の6時半でございます。前回に引き続きクラブハウスで公開生収録、ちょっと緊張していますよ相変わらず。そして前回のエピソード14、ゲストの桃江さんがなんと全イーティングスクールをオープンしました。興味のある方は概要欄のリンク、そしてショーノートからチェックしてください。よろしくお願いします。そして本日も前回と同様、イントロ収録後ゲストの方と対談して、対談終了後にクラブハウスにてそのまんまリスナー参加型の Q&A を、質疑応答の時間をもう決定おります。まあ、前回のね、質疑応答ではめちゃめちゃ盛り上がって、タテキはヒットポイント限りなくゼロに近い状態になって、アウトローを収録する頃はもう魂が抜けてね、ヘロヘロでした。今回しっかりねバイオハッカーらしくいろんな装置つけて、見えますか動画の方ね、音楽というゴーゴードーピングをしてですね、バリバリ脳波を測りながらですね、パルスエレクトリックマグネティックフィールド PEMF のこれですね、脳波を測りながら、まあ、こういうテクノロジーを使って脳活動を活性化していますよ朝から。そんなアクセル全開の立木ですけど、リスナーさんと一緒に学ぶ心と体を整える全的生活の進め、前回と同じように日常生活に取り入れましょうと。で、毎日を充実させるために日々の暮らしの中でできること、今世界中から禅の世界が注目を集めています。禅は豊かさを育む私たち日本人の伝統的な生活文化の中に根付いているものなんですよね。で、それを再発見することで毎日がもっと充実したものになるというのものなのかなと、立木もまだまだ禅を知るための旅路の途中でございます。そんな身体と体を整える禅的生活の進め、ここで何か東洋的なバイオハッキングを発見したいのが立木の本音です。皆さん、ビートボックスってご存知ですか？そうです、ブーツとキャッツ、猫ですね、キャッツアイのキャッツを交互に言う、であら不思議ってアクセル全開のイントロで範囲になってる立木で申し訳ございません。今から対談する超大物ゲストに会う前に恥を知れと自戒の念を込めておきます。はい、申しません、変なこと。口から出るあらゆる音を使って音楽を表現するヒューマンビートボクサーって響き、かっこいいですね。ボクサーとの対談ってガードを上げとかないとやばいかもしれません。上げすぎるとボディ食らうかもしれません。そして本日のゲストもまたまたクラブハウスで対談した方です。今回も同じく前回立木がゲストとしてお呼ばれしました。今回は逆バージョン、立木がホストでお送りします。ということで、音のマンダラ、本日のゲストはこの方です。本日のゲストは瞑想用の音楽を作成している日本人の禅宗僧侶、 YouTube に投稿した動画般若心経ビートボックスリミックスが全世界で大ヒット中、声を即興的に多重録音して作る音楽にお経を載せるという独創的な音楽が話題を呼び、野外音楽フェスからマインドフルネス系幅広いイベントで活躍されているお坊さんヒューマンビートボクサー、赤坂陽月さんです。
わすげえ。皆様こんにちは、赤坂陽月です、よろしくお願いします。すげえすげえすげえ、ちょっとでもレベル違うな、なんかいやなんかあの最初イントロで田崎さんがブッツブッカッツってブッツキャッツってやってくれてたんで、あ、いいなって、なんかノリで、そのノリでちょっとねやりたくなっちゃいました、ね、いやなんか、はい、どうやってそんなこと出すんですかって、あのアメリカ人 の、はい、ビートボックスが、いやブーツとキャッツを交互に言うだけだよとかって言って、はい、そのくだりを思い出しまして、はい、ちょっともう、はい、背伸びしすぎのイントロを先ほど収録して、うん、しかもクラブハウスで、はい、その恥ずかしいところを皆さんに聞かれてるというね、はい、いやいやいや、やっぱチャレンジは大切ですよありがとうございます過去の対談で、ね、はい、出会いはクラブハウス、赤坂さんの自己紹介も含めて、うん、今黄金の経験リスナーはちょっとこの人誰だって今思ってると思いますので、うん、はい、いや最近の活動も含めて、はい、お呼びください。赤坂陽月と申します。即興音楽家で僧侶というふうに名乗らせていただいてます。即興音楽というのはあらかじめ構成付けられた曲を演奏するのではなくて、その時自分が感じたですね、リズムとか自分の中にこうポッと降りてきたものをそのまま表現するっていう、まあ、アートフォームだと思っています。で、これはすごくその人間のポテンシャル、人間の潜在的な能力っていうのを開発するっていうところにもすごくまあつながっていて、私自身も瞑想状態になりながら音楽を演奏するという意味では、人に対して癒しを提供するとともに、自分も一緒に自分の演奏によってまあ癒されるというのかなっていうまあ感じがしています。 YouTube やですね Spotify などにも私たくさん演奏動画、演奏楽曲などですね上げてますので、よかったらまた皆さん後ほど聞いてみていただければと思います。はい、タデキのショーノートの方にも陽月さんの活動内容、はい、YouTube チャンネル、ポッドキャスト、メディアのリンクなど貼っておきますのでご参照ください、うん、はい、皆さんはギャップに驚かれると思います。ビートボックスをして、でしかも、はい、ね、僧侶というとお寺とか、うん、そういうことをイメージしますけど、はい、音楽機器を駆使してメディア発信をしていると、うん、おっと目に留まるのが、はい、皆さんの最初の印象だと思いますけど、うん、立木と陽月さんの出会いはクラブハウスで、過去の対談で、いや、そうなんですよ。そうですよね、うん、心と体のポテンシャルを最大限に引き出すというお部屋を立ち上げて、はい、現役プロ総格闘家と、音楽家僧侶みたいな感じでね、うん、やらせていただきましたけども、はい、本日は黄金の経験に遊びに来てくださり、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。本日は逆バージョンということで、いろいろお話しさせていただきたいのですが、ボストン時間では昨晩、はい、番宣しておきましたので、はい、生収録、はい、遊びに来ていただいてるのかな陽月さんの音楽、うん、毎日聞いてますよ。あ、嬉しいです。本当ですか？もう嬉しい。ずっとあのバイノーラルビートだったんですよ、はい、この左右の、ね、音のうねりが、はい、後頭部に特殊な脳波がいく効果のあるリラックスとか集中力高めるバイノーラルビーツが自分の中でルーティンだったんですけど、うん、もう今と、はい、もう陽月さんのね、嬉しい。何から聞いてもらって聞いてくれてるんですか？ YouTube とか、あとは、はいはい、そうですね、あのパトロンかなんかも始められまして。あ、入りました。はい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 、いや、はい、もうギャーテーギャーテーつって、はい、おおってもう 432Hz の高の嬉しいです、ね、感じながら、はい、はい、で今日それってちなみになんか今田崎さんがつけてるヘッドギアとかでそう、なんか今の自分のそのノウハウとかってリアルタイムに分かるんですか？これはですね、こう2つつけてるんですけど、1つのこのミューズってやつは、はい、これもショーノートにリンク載っけておきます、はい、瞑想中の脳波を測ることができるんです。あ、すごい、はい、そうです、そうです。それで大体どれだけ、リラックスしていたかとか、はい、うん、アクスとかそういうのが測れて、でこの上のやつはですね、イントロでさっき言ってた PEMF という脳波を刺激する、はい、例えば朝一だとこう集中力を上げるとか、寝る前とかだとリラックスして、しかもこの場所をこう後頭部に変えたりとかいろいろするんですよ。ああ、うん、で今日はあの時差もある中、ボスは、はい、
朝だったので、ヨーゲスの大好きな、はい、ウィンホップとか、はい、レースシャワーとか、はい、でそれでこの脳波のやつでいろいろドーピングしながら、はい、テンション上げてるわけですね。テンション上げてアクセル全開で今お話しさせていただいてます、はい、もう他敵の中ではもうヨーゲスさんもすでにバイオハッカー僧侶なんですけど、はい、まあ、クラブハウスの世界なんで、ウィンホップで盛り上がりました、はいはい、そうですね、まさに、まあ、私自身がその心と体を整えるってことをテーマに、まあ、音楽だったりとか音声配信だとかっていうのを増しているんですけども、はい、その全的生活、今ここに自分がいるという感覚を養いながらこう日々を暮らすっていうのが、すごく心を豊かにするっていう意味があると思ってます。で、これは、まあ、その禅寺でのその修行生活をよりこの日常に即した形で提案するっていう、それにとって自分の心がすごく整っていく、落ち着いていく、充足感とか幸せ感みたいなものを日々感じながら、過ごすことができると。で、これは本当にお金もかけずに、まあ誰でも取り組めることとしてもちろんあるんですけども、やっぱりこの禅の伝統の中になかったもの、でも同じようなこのエッセンスを持っているもの、そして同じように自分の人生の質を高めてくれるものっていうのは、すごく現代、ね、たくさん情報がある中で選んでいくことがこうできると思ってるんですよね。なるほど。で、まあそういったテクノロジーも積極的にまあ入れていきたいな。という意味で、さっき、たつきさんが言ってくれた、このウィムホフ、呼吸法と、冷たい刺激を、この日常のルーティンの中に組み込むことで、自分の自律神経、を高めて、バイタリティを上げてっていうことで、よりいろんなことにこう積極的に取り組んでいける、前向きに取り組んでいけるような自分っていうのを、まあ、作っていきたいなというふうに思ってます。なるほど。確かに、瞑想のための音楽を、うん、作る提供してるっていうことだけに、まあ、集中してしまいますと、うん、常にリラックスしすぎてる状態がずっと続くわけですからね、うん、そのウィンホフでちょっとハイパーベンティレーション状態にして、はいはい、たまには交感神経を刺激しないとって、はい、そこもバランスですもんね。そうですね、まさにそうですし、あと本当こっちに自分で瞑想音楽を演奏するっていうのは、うん、すごくその自分自身が整ってないと人にとって整ってもらえるような音楽っていうのが なかなかできない、難しいと思ってるんですね、はいはい、で例えば例を出すと、まあ、ロックとかだと、うん、わーみたいな、わーこうシャウトして、まあ、ハードコアとか昔私ファンクとか聞いてましたけど、はい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 、シャウトしてわーみたいな、そういうエネルギーでもってそういう人を感化させるみたいなものであれば、すごくその自分の意識というか精神的なものっていうのは、まあ、多少荒くてもね、逆にそうなんか落ち着いているっていうよりは、はい、その荒っぽいそのエネルギーの方がこうその場を空気をそういった激しいものに、まあ、することがね、できると思うんですよね。だからまあ、ね、はい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 、例えば変な話こうお酒飲んでこうね、ライブに行くみたいなことがまあ普通だったりもしますし、ただ私の場合その人の精神をこう整える瞑想、自分も整えるっていう意味で言えば、うんうん、私の場合であればその自分の声をメインに音楽を作っていくっていうのもあるので、その自分自身の自律神経の状態っていうものがその声に、はい、情報として乗っかるっていうふうにね、この間ボディーワーカーの方にもですね教わって、はいはい、どれだけ自分のその心身がその時に整えられているかっていうのがすごく大切なファクターだなっていうふうに思ってます。なるほど、うん、人様を整える前に自らを整える。そうなんですそれがまずなんか最優先な気がしていて、なので本当この毎朝の例えば冷水を浴びたりとか、はい、ジョギングをしたりとかヨガをしたりとか、日々のルーティンの中にもう自分の状態をとにかくこの整える、まあ、食事にしてもそうですけど、それがその、はいはい、音楽を演奏するとそういうスキルを磨くのと同じぐらい、もしくはそれ以上にその部分っていうのが大切だなというふうに思っています。なるほど、さすがです、うん、そこ、そんな陽月さんから生み出される 432Hz の音楽ですね、はいはい、あすごい、うん、いやもう前回クラブハウスでの対談でも、はい、サウンドセラピーについて話盛り上がりましたけど、うん、どうですか、うん、外人さんとかリアクションとかも、はい、クラブハウスとかでもね 432Hz 流されてましたし、はい、うん、
そうですね。海外の方からの反応が、まあ、特によってですね、はい、そのインスタとかツイッターでも、このクラブハウス聞いたよっていうふうに、メッセージしてくれる方もいますし、パトロンっていうね、最近、まあ、始めたんですけども、やっぱりクラブハウスを聞いて、ファンになってくれて、毎月のね、サポートしてくれたりとかっていう方も、まあ、いたりする中で、伝統的なものと現代的なものの組み合わせみたいなものがすごく、なんか重宝されてきているっていうような実感もあります。さすがっす。いや、まあ、今朝に身を包んだ僧侶がビートボックスを披露することの意外性は、はい、で、皆さん分かったと思いますし、はい、瞑想用の音楽を作ってるんだ、ふーんで、終わっちゃいけないですよ。終わらせないですよ、タデキが。もうさっきから 432Hz ってなんだってね、思ってるリスナーの方いらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、現在はもう、っていうか、自分が説明していいのかな、なんか、世界基準で A440 という、はい、つまり、調律でラの音が 440Hz が基準なんですよね。音楽の教師であるタデキ母に宿題して、はい。はい、LINE 電話でちゃんと聞きましたからね。そしたら母親が最近ピアノは442よって言われて、いやもう、はい、ママ 2Hz 全然どう違うのとかっていう、そういう会話をしたまあでもその 8Hz の差って、はい、これってこの今つけてる脳波とかでも、うん、アルファーファとかシータ波とか、うん、シータは確か4から8でアルファーファが8から12で、すごく脳の波と似てるところなんですよね。あ、そう今回の対談で紹介している論文、記事、リソースはすべて小ノートにまとめておきます。 tatekitechmatsuda.com/podcast/jp からご参照ください。まあ、とりあえず、その世界基準である 440Hz、つまり我々が普段聴いてる音楽と 432Hz、トゲさんが提供している音楽の違いというか、健康への影響は二重盲目のクロスオーバーのパイロットスタディで報告されてて、血圧が下がるとか、あとは心拍数が落ちるとか、リラックス効果があるっていうのはもう証明されてるんですよね。うん、で、前回のクラブハウスの対談の後に多分タデキがツイッターでつぶやいたと思うんですけど、睡眠の構造と脳波のパターンが430によって受ける影響みたいな、昼寝の確か論文をつぶやいたと思うんですけど、それでなんかヨーゲスさんもリツイートしてます。そうなんですよ。めちゃめちゃあるかなと思ったんですけど、あんまりなくて、でも、面白いのが、その 432Hz のについての研究が多かったのは、なんとデンタルケア、歯医者さんの研究がいろいろあったんですよね。なんか歯医者に行くってちょっと怖いじゃないですか。虫歯とか差し歯を入れるとかって、ちょっと緊張したりとか、そういう思いあると思うんですけど、432Hz の音楽を聴くことによって歯の治療に対する不安感とか、あとは唾液中のコルチゾール、ストレスホルモンの濃度に及ぼす、影響とかが研究結果を見てですね、ストレスレベルが落ちたりとか、もう歯医者さんのオフィスでヨーゲスさんの音楽流せばいいじゃんっていうはい、お話なんですよ。ボストンよく歯科技師とか歯医者さんの方とか、日本人もよく研究で来てるんで、はい、身内でいろいろ言っておきます。この、はい、お坊さんビートボックスはおすすめですってありがとうございますどうですか、皆さんからも先ほどツイッターとかインスタとかの DM で音楽聴いてリラックスしてるよって外国の方からもメッセージが来てるとおっしゃってましたけど、はい、うん、特にこういう効果が得たみたいなフィードバックをもらったこととかは。そうですね、本当によく眠れるようになったっていうのとか、もう聞いてる途中から 寝落ちしたみたいな話とか、はいはいはい、あのやっぱり睡眠に関するの嬉しい声みたいなのよくいただくのと、あとはこう作業ですよね、絵描く方とかがすごくこう集中できるとか、クリエイティブになるみたいな。そうですね、クリエイティブになるっていうことですかね。絵を描くのそうですね。あとはヨガにしてもワークアウトにしても何かにこう集中するして何かに取り組むみたいなものにすごく相性がいいみたいですね。地球の呼吸の波長って言われますよね、うん、430、うん、
よくフィットネスの業界だと体の 70% は水分だからとかって言って水を飲みなさいとか水分補給大事と言いますけど、いや水だったら振動する周波数にこそこだわるべきなんじゃないかって個人的にも思ってまして、あと最近話題の 5G とかあの電磁波は良くないって、あれはあのノンネイティブエレクトリックマグネティックフィールドで地球にはちゃんと自然の電磁波がありますからね。それが432とか、あとはクラブハウスの対談でも話題になりましたけど528も、うん、どうなんですかみたいな、ヨーゲスさん、ああそうですね、はい、みたいな会話を記憶してるんですけど、うん、ソロフェジオ効果ってやつですよね、うん、はい、DNA の修復に役立つとかいろいろネットとかには書いてあったんで、うん、いやほら本当だよと思って、はい、アカデミアの視点から見るとちょっと研究の規模とかコホートのそのサブシティサイズが小さいんですけど、うん、面白いのが日本の研究で528の音楽も、うん、内分泌系と自律神経においてストレスが軽減したりとか、あとセロトレベル、はい、要はちょっと幸せなホルモンが伝達物質か神経伝達物質の数値が良くなったとかそういうのが出てたりとか、うん、あと面白かったのがラットの事件ですけど脳内のテストステロン男性ホルモンの数値が上がったとか、うん、っていうで、うん、まだまだ注目、うん、サウンドセラピーっていうのが、うん、はい、うん、たりきがいろいろ宿題してはい、はいいろいろ勉強したんですけど、はい、効能とかをもうとりあえず肌感覚でも分かっていらっしゃるから、はい、うん、そうですね、まさにこの音というのが体に及ぼす作用みたいなものはすごく私も興味を持っているところで、うん、でまあ今いろいろそういう科学的なその検知でもってこんな風な結果が出たみたいなことが分かり始めてきている時代ではあると思うんですけど、はい、ただその昔ながら、例えば仏教にしてもですね、他の様々な宗教や文化的なものの中に音を取り入れて精神をリラックスさせる、もしくは高揚させるっていうことは、いろんな伝統とか歴史と文化の中から見出せることだと思うんですよね。はい、例えばお寺にしても、鐘の音一つ、うん、まあ、ゴーンという鐘とかですね、はい、まあ、カーンという鐘とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、このチーンとかいう音、それでもって一つ心が静まり返るみたいな、そういう要素っていうのを、すごく昔の人は、おそらくそれ肌感覚的に知っていて、だから鐘の作りにしても、何にしてもっていう風なことがこうあったと思うんですよね。お経もそうですよね、やっぱり。いや、お経もね、まさにね、本当そうだと思います。そもそもお経の成り立ちというのは、その釈迦さんの教えをですね、口伝でもってこう伝えると。紙に書いてこう記録することができなかった時代に、ああいうようなこの口調でもって読むことによって、それをこう覚えやすく、そして同じように唱えやすくっていうふうに、まあしていたっていうふうな、こう言われがあるんですけども、ただ実際に体にスッと入ってきやすいような読み方っていうのは、まさにこのね、リラックスしているときにいいアイデアが浮かぶとか、リラックスしているといいパフォーマンス、スポーツにしてもできるとかっていうのと同じように、おそらく音による波長でリラックスしながら、そのものをスッとこう受け取るっていうような、そういう相乗効果もあったんじゃないかと思うんですよね。だからこそ長い歴史の中でああいうようなその読み方によってずっと受け継がれてきたってやっぱ背景があると思いますし、あとは、まあ、チベット密教とかで使われるようなシンギングボール。まあ、日本にも似たような、まあ、チーンと鳴るのはあるんですけど、やっぱりこのチベットの方で伝わっているようなものっていうのは、共鳴効果みたいなものが、こう、すごく強いなというふうに思ってるんですよね。それはまさに、そういった音によって、人間の精神に作用があるっていうことを、はいはいはい、もう、体感的にやっぱり分かっていたからこそ、そういうものを使って、儀式を執り行っていたりとかっていうことが、今だからね、これ証明されましたとか、実験の結果こうだったので人間にもこう作用するものと終わります。ああ、そうか、じゃあ飲んでみようかな、使ってみようかな、みたいなのが、やっぱ今のね、何ですか、納得の仕方だと思うんですけども、はい、昔から伝わってきたものっていうのは、やっぱりそういうふうに、生活のね、知恵とか、肌感覚、実体験として、そういうものが受け継がれてきたんだなっていう、ね、ふうに思いますよね。いや、なんか文化とかに根付いてますもん、ね、うん、あと確かモンゴルとかでも、うん、なんか伝統的な歌い方とか、うん、はい、ありますね、ありますよね、もう、はい、ヨガのオウムも含めてこう、そうです、まあ、そうです、はい、ね、長く深く声を出してっていう、うん、
いわゆるバイブレーションを感じる、はい、うん、これは我々の日常生活に取り入れたいなって思います、うん、というかヨガさんの音楽毎日聞いて、ね、はい、取り入れて、はいはい、いや嬉しいですね。本当にそういう意味で私も今すごい興味があるの。例えばその今たときさんがつけているようなそれドギアでもって、じゃあ私の音楽を聴いてじゃあ瞑想していった時にどのぐらい曲によって違うのかとか、うん、私の演奏する時の状態、自分でもそれをつけて、はい、自分の状態と聴いてる人の状態にどういうこうシンクロ作用があるのかみたいなものもすごい興味があるんですよね。なるほど。いやこれなんかアプリで、うん、そのアプリにある音楽とかを選べるんですよ。水の音とか森のみたいな。これ今度実験しようかなと思うのが、スマホを2台持ちにして片方のやつを音を全くゼロにして、で他のスマホでヨゲツさんの音楽を聴きながら脳波を測ってみようかなみたいな。ああいいですね、はい、だからもしヨゲツの音楽を聴きながらになっちゃうと、うん、同じ端末使っちゃうとアプリの音楽も聞こえちゃしまうので、うん、だから、はい、ちょっとやってみようかなっていう。なるほど、はい、あぜひぜひ。バイオハッキングな、はい、バイオハッキング私もそういう音に対するどう人体にこう作用していくのかみたいな、はいはい、あ最近はその音の波動によって本当に周波数によって、うん、まあ、細胞が収縮されるとか、うん、あとは例えば人間の体臓器一つ一つにそういう固有にやっぱり振動数があって、ね、まあ、物にやっぱりね、はい、全て固有の振動数があるっていうように言われてるんですけども、やっぱそれと同じように人間の体にもそれぞれ、その理想とする振動があって、うん、その理想とする振動を当ててあげることで臓器、悪いところが 元に戻っていくとか自然治癒力が高まっていくみたいなものがあったりとかしてですね、でもそのあたりもすごい私興味があって、音楽とか音でもって、はい、人を良くしていく、自然治癒力、体の能力が元に戻っていくと病気にもなりにくいし、前向きに生きる力とかっていうのもね、すごく強くなってくるはずだっていうふうに思っているので、はい、まあそれが本当により良い世界、より良いコミュニティ、一人一人の人間を作っていく、まあ大きなね、助けになるんじゃないかなというふうに思って、それが今のね、私のライフワークでもあります。ありがとうございます。いやーもうね、めちゃめちゃウェルビーイングですね。もう、それが生きる目的ですよね、やっぱり。はい、ウェルビーイングっていうのが、そこを本当に終わりがない、どこまででもこう高めていく、深めていけるっていうもの。今おっしゃった生きる目的、生きがいですよね。うん、これはもうバイオハッカーたちの中で、Purpose of Life っていう、その生きる目的、うん、毎朝起きる理由という、だからなんでこの一日、うん、私はこの人生を生きるんだって、それは目的がこうであるからっていう、まさにシンプルですけど、これは、うん、長寿の秘訣、ブルーゾーンの中でも、うん、そのパワーナインと呼ばれる長寿の人たちが共通する習慣があるんですよね。その中の一つに生きがい、生きる目的を持つって、これって本当に持っていることで、うん、シンプルなことでいいんですよね。でそれってすごい人生をより豊かにする秘訣だと思いますし、うん、でもシンプルだからこそちょっと見落としがちっていうか、さすがっすね、本当に。いや本当にね、まあ、あの前回のエピソードでも、はいはい、引き続き社交辞令を言わない他的ということで、はい、やるって言ったらやる実はですね、はい、先日、はい、バイオハッカーセンターの本家に、はいはい、ヨゲツさんのことを推薦しましてですね、ありがとうございます。いや、はい、ちょっとクラブハウスで来ないかな、うん、ちょっとテームを今ヘルシンキは大体お昼過ぎなのかな、やってないかな、ヘルシンキ、そうですね、ヨーロッパ、そうですね、だいたい 7,8 時間、うん、日本と違うので、そうですね、ちょっと今ピンしたんですけど、うん、来ないかな、はい、いや北欧ってかなり北欧ってめちゃめちゃ音楽のメッカですよね、はい、そうですよね、やっぱりこの暮らす上で過酷な環境っていうのは、うん、すごく、あとのアートが盛んになる傾向があると私思っていて。はいはいはい。例えば四季がはっきりしている。まあ日本もそうですけど、まあヨーロッパで言うとイギリスのロンドンとかって、やっぱりそういう、何ですかね、ジメジメしてて雨多くて、はい、冬だと本当に日が短くてみたいなところで、すごくそういうアート、カルチャー的なものがこう盛んになるっていうのとか、はい、ね、北欧なんてね、日が短い
ていうそうなんですよ。いやだからダークサイドはうつ病患者が多かったり、そうなんですそうなんです、コーヒーの摂取量がね、はい、世界トップレベルだったりとか、うん、やっぱりお日様当たらないんで、でもそうですよ、ね、はい、ああいうところってビタミン D が豊富なサーモンとかが食生活で豊富じゃないですか、うんうんうん、だからこれも面白いですよね。あれそうなんです、ね、バランス取れてるっていうか。そうなんですね。だから、そのフィンランドとか、ね、スウェーデンとかの音楽って、ちょっと陽月さんの音楽と似てるようなところあるなっていう感想があるんですよね。もう、学会でパフォーマンスしていただくか、アフターパーティーとかで、ドクター・オリーという3人主催者側の運営陣でいるんですけど、その中の1人がドクターでもありながら DJ もやるというすごい、すごい面白い人多いですね。いやもうその中でもぜひね、日本代表ぶち込みたいと、たてきが勝手にいいですね。まあそんなね、クラブカウスでご活躍や、最近ではあのナスデイリー、はい、おはい、ご存知でしたかな。いやもうめちゃくちゃ有名ですよ。あ、そうなんですね。That's one minute, see you tomorrow っていうね、はい、Facebook 中心に、はい、いやー、彼のメディアにも出て紹介されて、はい、すごいですね。ナスデイリーって言ってね、あの出た時にやっぱ結構反応して、ナスデイリーだって言って反応してくれたね方結構いて、私はちょっと話してくるまで全然知らなくて、あ、本当ですか。なんだろう、見てみたら、いや、こんな大きいメディアなんかって。ですね、いや海外もう逆輸入したせい、一回もう日本出ていただいて、うん、で海外でめちゃめちゃ有名になって、はい、それで逆輸入するパターンって、はい、もうね、ですね。まあ今こんなご時世ですから、オンラインでね、本当にクラブハウスとかでもそうですけど、もういろんなにこう行き来できちゃうっていう、はい、ですね、うん、ね、だからそんな時代なんでね、まあ楽しんでいきたいなっていうふうに思ってますけど、はい、うん、私こ手元にあるんですけど、432Hz、こう一個の音がすごく響くんですね、はい、紹介してください。オーラリング、オーラリングが世界に広まったのは、はい、バイオハッカーサミットからなんですよ。私もこれをこう、あの、おお、そっかそっかね、うん、キラキラ文化というか、うん、このバランスの取り方、うん、そもそも仏教って何なんだろう、お坊さんって何なんだろう、私の目指すウェルビーイングですか、それが幸せそのものだと思うんですよね。ちょっと人間らしいお茶目なありますよね、やっぱりね、